初音ミクプロジェクトディーバーメガミックス新情報解禁スペシャル。はい、この番組は好評発売中のスイッチ用リズムアクションゲーム初音ミクプロジェクトディーバーメガミックスの魅力、そして新情報もたっぷりメガ盛りミックスでお届けする生放送番組となっています。まだプレイしたことないよという方にも改めて本作の魅力が伝わるようお届けしていきますのでご安心ください。では番組 MC を務める中島ゆきでございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、なぜ私が司会なのかっていうところがあると思うんですが、まあ、私もちょっとなんでだろうと思っていまして、まあでも私自身初音ミクプロジェクトディーバそのシリーズをたくさんプレイしてきまして、あの学生の頃すごく大好きで友達と一緒に遊んだりとかしておりましてですね、あとお仕事でなんですが、あのプロジェクトディーバの楽曲で踊ってみたというのをあの投稿させていただいたりとかしておりまして、まあ縁はちょこちょこあるのかなと感じつつも、まあ、ミクちゃんが参加するセガのスマホアプリプロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクにも、私、レオニードの日の森志保ちゃん役のとして、出演することが決まっておりまして、だから MC なんだと思いますなので皆さんね、今日は何卒よろしくお願いします。そして今回はですね、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、本日出演される皆さんはリモートでの参加となっております。スタジオには私しかいないということでちょっと寂しい気持ちではあるんですが、皆さんと楽しくお届けしていこうかなと思います。それでは今夜の放送を一緒に楽しんでくださる皆さんをお呼びしましょう。初音ミクを語る上で欠かせない存在、その声は多くの人をハッピーな気持ちにさせ、時に涙を流させ、そしてホッとさせてきました。ご登場いただきましょう。藤田咲さんです。皆さんこんばんは。初音ミクのキャラクターボイスを担当しております、藤田咲です。よろしくお願いします。はい、お願いします。イエーイ。今日はリモートという形で参加していただくんです、はい、初めてのリモートなので。あ、そうなんですね。そうなの。あ、あら、不思議な感じよ。あ、画面もすごいいい感じになってますね。本当？はい、二分割されておりますけれども。そうだね。藤田さんとは今回私的には初めて一緒に、うん、この間すれ違ったね。あ、そうですねそう、こんな話はいいんだ。軽くすれ違いましたけれども。そうだね、ちゃんとした共演っていうのは、はい、今日が初めてということで、うん、あの藤田さんはプロジェクトディーバープレイされたりとかしますか？私にリズムゲームの話をするんですか？おっと言わない方が良かった？いや大丈夫です。今回のメガミックスはあの下手でもできる、あの失敗しないモードもありますので、うん、そうですね、完走できます。あ、素晴らしいありがとうセガさん。ありがとうセガさんはい、ということで、楽しんでいこうと思いますよ。はい、それではもう一人の出演者の方もお呼びしましょう。初音ミクプロジェクトディーバーメガミックスプロデューサーディレクターの松並圭一さんです。プロデューサーディレクターの松並圭一です。よろしくお願いします。お願いします。今日はいろんなお話を聞かせていただけるということでよろしくお願いします。お願いします。はい、今夜はですねこの3人を中心に初音ミクプロジェクトディーバメガミックスの最新情報をお届けしていきます。番組タイトルにもありますように新情報もたっぷりとお届けしていきますので最後までお見逃しなく。ではこの後実際に初音ミクプロジェクトディーバメガミックスをプレイしていきます。お楽しみに。ここがすごいよ初音ミクプロジェクトディーバメガミックス。イエーイ。は
はい、このコーナーでは初音ミクプロジェクトディーバメガミックスをより深くより楽しくプレイできちゃう情報をお届けしていきます。まだプレイされたことないよという方はこれを見れば魅力が丸わかりでございます。そしてすでにプレイされているよという方は開発の裏話が聞けたりプレイする時のコツを再発見できちゃいますよ。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ではまずはゲームのおさらいも兼ねて、プロモーションビデオを見ていこうかなと思います、でこちらの方藤田さんが、ナレーションを担当されたということで、そう、毎回プロジェクトディーバシリーズはナレーション担当させていただいてるんですけども、はい、今回メガミックスは本当にお祭り的な何かもあったりとか、キラキラした楽曲が今回弾いてあったので、かなりメガを意識したりキラキラした感じを出したりしました。おー、そういうところも注目していただきたいですね、こちらの方 YouTube では60万回以上再生されているということで、すごい、皆さんありがとうございます。もうすでにね見ている方もいらっしゃるかと思いますが、改めて松並さん、見る前に映像の注目ポイントとかございましたら教えてくださいますでしょうか。はい、注目ポイントですけれども、アニメ調になった、かわいいミクさんの一挙手一投足を、ご確認いただきたいと思います。ありがとうございます。教えてくださったポイントにも注目しながらこちらのプロモーションビデオご覧ください。どうぞ。セガキラキラの未来、初音ミクプロジェクトディーバメガミックス。まるで歌うようにプレイするリズムアクションゲームは10周年、目いっぱいのワクワクと今までにないドキドキを引っ提げて任天堂スイッチへ初登場です。収録楽曲はシーンの歴史を彩る名曲とシリーズ初登場となる楽曲を合わせて堂々の101曲。グラフィックはね、気づいてるよね、まるっとリニューアルしました。300種類以上収録のコスチュームも新鮮だよね。リズムゲームはおなじみの操作方法アーケードモードと任天堂スイッチならではのミックスモードも登場。ノリノリでプレイできちゃうのは新しいかも。初めてのあなたも安心の感想モードやプラクティスで練習もバッチリ。もちろんクロートのあなたを満足させる難易度も完備です。そしてクリエイティブな君に朗報、君のデザインした T シャツを着せることができちゃう T シャツエディット登場。ピアプロとのコラボデザイン T シャツも入ってるよ。さらにPV プレイリストでお気に入りの曲を聴き続けることもできちゃいます。そう、いつでもどこでもこの歌声があなたの心に届く、響き続ける。任天堂スイッチ専用ソフト初音ミクプロジェクトディーバメガミックス好評発売中。はい、ということでプロモーションビデオをしっかりと復習できたということで、ゲームの内容に触れていきたいなと思うのですが、はい、ここで開発チームからもう一方お呼びしたいなと思います。なので藤田さん、呼び込みをお願いします。あ、これ私がやるんですね。あ、そうなんです。了解しました。はい、お願いします。みんなちゃんと聞いててね。ゲームを作る理由は人を喜ばせたいから。その手に名誉響かす音色、音色株式会社の島さんです。はい、音色株式会社の島博明です。よろしくお願いします。お願いします。はい、藤田さんの呼び込みも完璧でございました。これ、え、島さんがご自分で考えた、
いや違いますね。そういうわけではない。なんだ、はい、フレーズというわけでもなく、あんまり聞いたことないフレーズです。登場じゃないと登場しませんっていうことかと思いましたよ。そうですね、確かに、はい、はい、ということで志麻さんに来ていただいたということなんですが、はい、志麻さんはどのような形でゲームに関わっていらっしゃるんですか？はい、そうですね、ネイロ株式会社は、まあ、今回メガミックスを、まあ、制作するにあたって、開発会社として移植作業や、ミックスモードの実装作業などを行ったんですけども、まあ、その開発チームのディレクターとして、はい、私は関わっております。はい、ありがとうございます。まあ、いろんなお話が聞けそうなのでとっても楽しみでございます、うんうん、それではこの4人で初音ミクプロジェクトディーバメガミックスの魅力について語っていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではまず改めて今作の特徴を大きく3つのポイントに分けておさらいしていきましょう。1つ目のポイントはこちら、モジュール300着以上。はい、今作では収録楽曲をイメージしたものや CGM 型コンテンツ投稿サイトピアプロとのコラボレーションから生まれたデザインなど300着以上モジュールが収録されておりますが、松並さん、こちら皆さんのリアクションはいかがでしたか？はい、全部のモジュール全て、まあ、好評なんですけども、うん、社内の評判としましてはもう多すぎだろうと。おまあそうですね、まあ、継続は力ということでどん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 作って蓄積した結果として300着以上なんですけども、はい、まあ、作ってる僕とか柴さんの方ではちょっと多すぎですよねと。まあ、大変でしたね、はい、大変でしたね本当にね、はい、いやーすごいですね。この1着作るのにどれぐらい時間がかかったりとかするんですか？まあちょっとケースバイケースであるんですけども、はい、数ヶ月っていうのはかかります。あ、そんなすぐにはできないんですよ。そうなんですね。それが300着以上あるということで、はい、これは皆さんにもさらに見ていただきたいなというところなんですけれども、はい、藤田さんはお気に入りのモジュールあったりしますか？はい、今回選ばせていただいたのはですねこちらになります。お、チロル。あらー、かわいいですよね。かわいいでしょ。お気に入りポイントあります？そうなんですよね、ドリコさんの歌に形はないけれどのモジュールになってるんですけど、うん、私ドリコさんと一緒にお仕事をさせていただいて、はい、レターソングっていう曲をね実は私自身が歌ったことがあるんですけど、うん、そのドリコさんの人柄もすごい素敵な方で、なんか思い出をちょっと思い出すっていう、うん、この歌に形はないけれど聞くと思い出すっていうのがあったのが一つと、はい、まあ着たいなっていうのも一つですし、うん、あとみくちゃん本当にモジュールが多いので選べなくて、うんはい、そうですよね、今日の気分で決めました。あ、なるほど、はい、大切ですそういうのがいやいいですね、チルル、はい、とても可愛らしい衣装でございます。でちなみに私のおすすめというか好きなモジュールはこちらになっております。もうすぐ出るかな、どうぞ出るかな、はい、こちらです、どうぞ。はい、リンちゃんのフューチャースタイルということで、この楽曲リンちゃんナウの楽曲で出てきたんですけれども、うんうん、なんだろう、個人的にこうショートカットなこうリンちゃんをイメージしていたものがこんなに髪の毛長くなっちゃってみたいな、こうさらにこう成長したリンちゃんが見られて個人的にはすごく大好きで、このモジュール、まあ、曲構わずこう使う時が多いんですけれどもいやこのお洋服はすごく好きでついつい選んでしまうモジュールではございます。はい、ということで2人のねお気に入りのモジュールを見てきたんですけれども、はいはい、続いてに行こうかなと思います。はい、はい、2つ目のポイントはこちら、収録曲101曲。こちらもたくさん入っておりますけれども、シリーズ初収録となる楽曲を含む10年間の歴史を彩った100曲と、本作のために KZ さんが書き下ろしたテーマソングキャッチザウェーブを加えた全101曲がプレイ可能なんですが、松並さん、こちらかなり好評ということで。はい、101曲ということで本当はね全曲入れたかったんですけども、ロムにしちゃうとやっぱりなかなか全部入らなくてですね、うん、泣く泣く削らせていただきました。あ、そうなんですね。ただピックアップした曲に関しましてはもちろん人気曲を中心に、選択しておりますので皆さん好評いただいております。うーん、ということで、キャッチザウェーブに関しましては、はい、まあ、初めて音源が来た時にですね大崎部長と一緒に聞いたんですけども、うんうん、これはいい感じだなと、したなと
まあ、もうメガミックス買ったなというところで、社内でも好評でした。あ、素晴らしい、はい、ありがとうございます。いい、ということで藤田さんのお気に入りの楽曲ありますか？そうですね、楽曲ですか、うん、突然な振り方ですね。膨大な量から選ばなくちゃいけないんですけども。そうですね、ありますけれども、メランコリック、おあ、曲も流れておりますから、はい、今あのちょっと私のことで恐縮なんですけど、本当配信アルバムをね、実は私ボカロの曲で出させていただいていて、うん、あのいろんな曲を選曲していくうちにミックじゃない曲も歌おうってなった時に、はい、一番に名前を挙げたのがメランコリックで、うん、ジャンキーさんともすごくあの素敵な方だなっていうのもあるんですけど、はい、そのジャンキーさんの作るちょっとポップだけど可愛いんだけど、なんかこうちょっと切なさもあるような、うんうん、なんていうのね、青春の1ページみたいなところが全部このメランコリックには詰まってるなと思ってて、うんうんうん、あのボカロの楽曲としても好きだし、もう曲としても好きだし、うん、歌詞とかも全部含めて、あと PV も見たけど全部好きです。おー、はい、素晴らしい、全部好きです、全部好き。大きな声でいただきました、愛をありがとうございます。ちなみにですね、続いて私の好きな楽曲に行こうかなと思うんですけれども、私はですね、指切りという楽曲がすごく好きです。はい、あ、曲が流れてきましたけれども、あのなんていうんですかね、このレトロな感じの曲調がもう個人的にはもうドストライクでして、まあ、この楽曲 の, あの、まあ、なんていうんですかね、物語というか、まあ、遊女の恋のお話という内容になっておりまして、まあ、愛ゆえのこうなんていうんですかね、ちょっとなんていうんですかね、歪んでしまった気持ちという感じですか、まあ、切なさもありつつ、あの乙女心がすごく書かれているあの楽曲で、個人的にはすごく MV もすごく好きで、うんうん、こうミクちゃんが近寄ってきたりとかするんですよ。やんやんみたいな、あー好きってなるなっちゃうので、見たことないよっていう方は MV も含めて見ていただきたいなと思っております。すごいコメントがいいね、いいね、いいねしか流れてないですね。いいわって感じ。そうなんです、わって感じでございますよ。すごく私はすごい好きですね、うんうん、じゃあ続いてのおすすめポイントいきましょうか。はい、最後の3つ目はこちら、豊富なゲーム機能。はい、あの初めに藤田さんもおっしゃっておりましたが、感想モード、はい、そしてプラクティス、PV プレイリストなど、さまざまなゲーム機能が実装されている今作でございますが、松並さん、ファンの反応はいかがでしたか？もちろんあのドラモードも好評なんですけれども、はい、特にリズムゲームが好きな方にはプラクティスが、特に好評かなと思います、うん、あの難しいところをですね、何度も繰り返し遊べることができますので、確かに、あのぜひ苦手なところはそれで練習していただきたいなと思います。うんうん、いいですね、はい、いい、素晴らしい機能だと思います。島さん的になんかこう、あの開発的にこう苦労した点じゃないですけど、思い出に残っているところとかありますか？そうですね、まあ、先ほどスライドでちらっと出てましたけど、はい、あの T シャツエディットは、まあ、これまでにない新規機能として実装して、まあ、結構作るのに苦労した記憶があったけど、まあ、あの結構自由に追いかけ、 T シャツに追いかけできるっていうところで、まあ、ちゃんといいものに出来上がったかなというふうに感じてます。まあ、何度かくじけそうになりましたもんね、2人。そうなんですか？何度かくじけそうになりましたもんね。あ、そうだったんですね。それが形となって皆さんも喜んでいただいているということですね。なるほど。さらにですね、2月に発売してから4ヶ月で9つのダウンロードコンテンツを配信してきました、松並さん、すでに101曲という大ボリュームの今作なんですが、これを追加することでさらに長く遊べるということなんですかね？はい、あのさらに長く遊べちゃいます。うん、あのプロジェクトディーバフューチャートーンの収録曲で、今作のメガミックスには収録できなかった楽曲や、モジュールがセットになっています。なるほど。それではですね、ダウンロードコンテンツの内容を簡単におさらいしていきましょう。まずは追加楽曲パックファーストです。はい、こちらとなっております。楽曲は結んで開いて、羅刹とムクロ、エレクトロサチュレーターなどの6曲、さらに初音ミク、羅刹とムクロなど4種のモジュールがセットとなっております。そして続いて追加楽曲パック、セカンドでございます。楽曲はデンパラダイム、そして孤独の果て、エクステンドエディションなどの6曲、さらに初音ミク、妄想ガールなど5種のモジュールがセットとなっております。
そして続いて追加楽曲パックサードでございます。楽曲はえあそうバッケージドなど、6曲、さらに初音ミク紫アゲハなど、3種類の、モジュールがセットとなっております。まだまだございまして、続いて追加楽曲パックフォースです。楽曲はワールズエンドアンブレラ、恋するボーカロイドなどの6曲、さらに初音ミクメモリアなど12種のモジュールがセットとなっております。そしてそして続いて追加楽曲パックフィフス、こちら楽曲は歌に形はないけれどリアなどの6曲、さらに初音ミクチロルなど5種のモジュールがセットとなっております。続いて、楽曲追加楽曲パック6、楽曲は二足歩行ピアノガールなどの6曲、さらに初音ミクブレスユーなど、8種のモジュールがセットとなっております。そして続いてはテーマソングパックです。楽曲はザ・シークレット・ガーデン、夢夢などの4曲、さらに初音ミク、ナチュラルなど3種のモジュールがセットとなっております。そして続いて T シャツデザインパックファーストでございます。こちらはホーリーリーク、ローズレコード、スターライトディーバ、グーピーミーク、パステルティーの5種のモジュールと、セットになっております。そして最後に T シャツデザインパックセカンド、こちらはプレミアム T シャツ A、F、G、H の4種のモジュールがセットとなっております。ということで盛りだくさんだったんですけれども、DLC 紹介でございました。なおテーマソングパック T シャツデザインパックファーストセカンドについては無料でダウンロード可能となっております。なんかこれね、このままじゃねメガミックスを超えてギガミックスみたいなねなっちゃいそうなボリューム感ではございますけれども、ね、ダウンロードコンテンツ収録曲の中で藤田さん的にお気に入りの楽曲はあったりしますか？そうなんですよね、さっきメランコリックを選んだので、はい、みくちゃんの楽曲夢夢かな。ああ今曲流れていますけれども、はい、どういうところが好きだったりあります？あのデコニーナさんの曲って本当に女の子らしい楽曲だなっていう曲が多いんですけど、はい、結構ボカロの曲ってボカロが歌うべくものというのと、はい、あと人間が歌っても可愛く歌えるものと、うんうんうん、結構二通りに分かれるかなと思うんですけど、はい、デコニーナさんの曲って結構人間が歌っても可愛く歌える曲が多くって、すごくこの夢夢はみんなが歌いたくなってくれるような曲だなって思ったのと、うん、あと PV で丸っこいミクたちがね結構走ったりしてるのを見て、それがもう夢夢離れないなと思って。なるほど、確かに可愛いですもんね。一人ずつペシペシってやりたい。可愛いからこそ可愛いからこそムギムギやりたいなっていう思い出の楽曲です。はい、ありがとうございます。はい、では松並さん、島さん、開発チームならではの思い入れの楽曲あったりしますか？はい、僕の方はですねセカンドに収録されております電パラダイムという曲が、お気に入りですね。理由はですね、アーケード版の映像を作ってる際に、初見で見た時にこの映像すごいなってすごい感動した記憶があります。おお、なるほど。はいはい、ありがとうございます。じゃあ続いて島さん、思い入れの、そうですね、開発チームならではっていう感じじゃなくてちょっとユーザー目線になっちゃうんですけれども、はい、はい、追加楽曲パック6の二足歩行が個人的にはすごい好きで、はい、セガさんが作られた PV なんですけれども、もう映像表現がすごいなっていうところで、はい、開発チーム結構他のチェックをしなきゃいけないのについついプレイしちゃったりとか、あらこういう感じでやってましたね。いいですね、そういうお話すごくほっこりして、はい、とてもいいです。ありがとうございます。ちなみに私はですね、追加楽曲パックセカンドに収録されている孤独の果てエクステンドエディションが結構好きでしてね、プロジェクトディーバをやって私はこの楽曲に出会ったんですけれども、もう PV からしてリンちゃんとレン君が2人でこう弾きながら、楽器を弾きながらこう向かい合って弾いたりとかしていて、すごくロックっていう感じで迫力もあったし、何よりドア玉がベースから始まってるっていうのが個人的には好きなポイントでございまして、それで今回孤独の果てエクステンドエディションを上げさせていただきました。いや、どれもいい曲でございますもんね。はい、あれはギターのですね、ストラップの位置合わせが大変でしたね。あ、
そうなんですか。はい、あのモジュールがいろいろあるのもあって、あとまあ指のもそうですけどね。そうですね、はい、そんな思い出します。いや細かいところまですごい再現されているなと思いながらついつい MV を見ちゃうんですけれども、いやありがとうございます。ではではですね、ダウンロードコンテンツをまだプレイしたことないよという方もいらっしゃると思いますので、ここでなんと1曲プレイできるということで。おありがとうございます。なんとですね、あのアーケードモードでプレイできるということなんですが、松並さんのおすすめ楽曲ありますか？はい、あの先ほどお伝えしました電波ラダイムをお願いしたいなと思います。おー、わかりました、はい、ぜひあのエクストラエクストリームモードでお願いしたいなと思います。すごいハードル高いので来たけどめちゃくちゃ、まあ、それは冗談でですね、ちょっとあの難しいのであのノーマルモードでお願いします。わかりました、よかった。の優しさ、めちゃくちゃ鬼だったらどうしようって思っちゃいました。リハでは見られなかった一面が見られちゃったなと思ってドキドキしたんですけれども、じゃあこちらの電パラダイムノーマルで出演させていただきます、はい、今日私しかちょっとスタジオにいないので、私がさせていただきます。すみません、頑張ってください、はい、頑張ります。あのぜひ皆さん見守っていてください。では準備ができたようなのでプレイしていきたいと思います。ダウンロードコンテンツ利用されたことない方はぜひ参考にしていただければなと思います。じゃあやるぞ。ファイト。はーい、あ、画面が出てきましたね。じゃあゲームスタート。 X が上ちゃんと確認しなきゃいつも普段あのノーツ別のノーツでやってたりとかするので、よし頑張るぞ。ファイト。頑張りますコメントも応援してあげてくださいね。あ、頑張れ、ありがとうございます、嬉しいよし、結構早いですよねこの曲。曲自体が早いからね。ノーマルといえど早い。本当ですね、うんうん、上手上手。やった。なんか後ろがすごいガチャガチャ動かれると私多分もうボタン追いつかない後ろ気になっちゃいますよね。そうそうそう、 TV 見たくなっちゃうから。そうなんですよね。よく話しながらできますね。できてますか？できてる、はい、できてる。本当ですか？はあ、かわいい、かわいい。スローモーション、たまに出てくるロボットがお気に入りでして、あ、はい、あのツイッターの告知動画でもたまに使わせてもらってます。あ、そうだったんですね。今いた、いたお、間違えた。あの世界にはですね、何名かちょっと天才デザイナーがいまして、ほう、その人たちがあの関わった PV っていうのは大概すごいクオリティでできるんですよね。あ、そうなんですね。あ、かわいい、肩に乗ってる、はい、うち1曲がこれですね。天才が作った、天才が作ってますね。いやー、画面もかわいいし、音ゲーはすごい。これあのノーマルなんであのちょっと物足りないかもしれないですけど、あの上のモードに行くともっとこう激しくなってですね、なおかつあのすごい面白くなっていきますんで。なるほど、まあ、そちらね、チャレンジしてほしいなと。みんながそう自分でやるんだぞすごいゆっくり。ここは指休めタイムかな確かに、ここ好きって言ってる人がいますね。かわいい。かわいい。はあはあ。難しいよ。ハードやった人が指が死にますって言ってますね。ハードが精一杯。ノーマルでも結構難しい。おー、リズムが。おー、ここすごい。
可愛いですね。ステージクリア、ありがとうございました。はい、ということでプレイしてきましたけれども、とても可愛い、もう途中ですごくロボットがたくさん出てきてめちゃくちゃ可愛かったでございますよ。いやどうですか、見ていて藤田さんいかがでした？いや見ているだけでハラハラしました。あ、そうですよね。でもあの楽しいポイントと可愛いポイントを教えてもらったので、うんうんうん、それを注目しながら自分でやったらどんな感じかなって見てました、うんうんうん、いや楽しかったです。こちらのモード、あのいろんなねモードがございますので、プラクティスモードでもあの十分こうすごくこの楽曲だったら、うんうん、結構早いじゃないですか、うん、こうだからすごい練習できるというか、すごくさらに自分の技量が上がりそうな、うん、確かに楽曲だなと思いましたけれども、寝押しに強くなりそう。あ、確かにそうですね。松並さん的にはこの楽曲がおすすめとおっしゃっておりましたけれども、実際にプレイされてみていかがでしたか？あのですね、あのスタッフの子がプレイするのを見て、あ、自分も やれそうだなと思って、こう難しいモードをやるじゃないですか。はいはいはい、全然できないですよね。いやそうですよね。で練習したいなと思いつつ、まあ、ちょっと仕事にかまけて練習せずに、まあ、いいとこハード叩けないからぐらいから、うん、まあ、ちょっと叩けるからぐらいのレベルだと思います。そうだったんですね、はい、島さんはいかがですか？僕はデンパラダイム、そうですね、アーケードモードというよりもなんかミックスモードの方がちょっと印象深くて、まあ、ミックスモードの譜面はこちらで作ったんですけれども、もうハードがとにかく難しくて、あ、なるほど、はい、まあちょっと容赦ないなっていう感じで思いながらチェックしてました。皆さん聞きましたか？はい、ということで今ただいまちょっと次のね、あの準備中ではございますけれども、コメントが本当にすごくて、あの日本の方だけでなく海外の方からもあのたくさんコメントをいただいておりまして、もう世界で愛されているんだなというのが分かりますけれども、デンパラダイムハードまでしかできないというコメントをいただいたりだとか、うんうん、初見だとマジテンポが混乱するって書いていますね。確かに譜面っていうのは、あの島さんの会社で作ってるものとセガさんで作ってるものがあるってことですか？半分こしましたね、今回新規で作るものは。そうですね、はい、ミックスモードの譜面はほぼ半分半分ぐらいで担当しましたね。そうだったんですね。どれぐらいの期間で作るんですか、譜面とかって？ミックスモードに関してはどうでしょうね、1曲1週間ぐらいですかね。そうですね、まあ、本編 DLC 除いた本編でいうと全曲で大体半年で、半年ぐらいかけて作った感じですかね。あんまちょっと詳しく言いにくいんですけど、はいはいはい、はい、できる範囲で全然大丈夫です、はい、ありがとうございます。いや、いいですね。ということで、まあ、いろいろと、まあ、今後もあのこの後もいろいろプレイをしていこうかな。中島さん、はい、突然ですけど何ですか？あの4月に新しくタッチプレイモードを無料の追加コンテンツとして追加されたじゃないですか。はいはいはい、見たいです。あてあ、なるほど。あ、はい、私がやる感じですか？はい、あーあいえー、いいんですか、私がしても？え、じゃあだって多分視聴者の皆さんが言うから。あ、なるほど、そうですよね、ありがとうございます。やりましょう、やりましょう。ということで、プレイする前にですけれども、あの松並さんからタッチプレイについて簡単に説明していただいてもいいですか？お願いします。はい、その名の通りですね、画面をタッチして遊ぶ、モードになります。新しい機能になります。リバーアーケードとですね、あの同じ操作感覚で楽しめますんで、ぜひ遊んでいただきたいなと思っています。これもともとですね、製品版になんとか入れたかったところではあったんですけど、あの締め切りにやっぱ間に合わなくてですね、DLC になんとか、ねじ込んだという、あの、まあ、そういうあのエピソードのあるモードになります。めちゃめちゃ秘話じゃないですか。ただですね、あの志麻さんとね、あのめちゃくちゃ作り込んでますんで、うんうん、はい、あの本当にあのやり込める、ようになってますんで、はい、あのぜひあの中島さんのエクストラエクストリームでお願いします。めっちゃ押してくる。それでやるかどうかはさておいて早速やっていこうと思うんですが、あのプレイする楽曲、藤田さん何がいいですかね？あ、選ばせてくれるんですね。ぜひ。じゃあクローバークラブで。お、
わかりました、はい、じゃあ準備するんで繋いどいてください。かしこまりました。責任持って。はい、そうですね、せっかくなんでですね、あの マル秘情報といいますか、聞きたいです。島さんと2人で発表しちゃいたいんですけど、お願いします。ちょっと一つあの新しい地味な新機能を追加しようとしてるんですよね、島さん。ああ、気になる。はいはいはい、あれですね、あれですね。何、あれしか言ってくれないの。あれって気になっちゃうな。地味な機能が、島さん言っちゃってください。あ、まあ、これから追加っていう形に、そうそうです、ね、なりますけど、はい、まあすでに追加しているタッチプレイのあのボタンの表示のまあ濃さを切り替えられるというか、うん、はい、あの本当に慣れた人はもうボタン表示をオフにして全画面 PV を見ながらタッチプレイもできるっていうようない、はい、機能を追加を進めています。みんなびっくりですよ。でいいですかね、はい、そうですね、はい、あのありがとうございます、はい、まあ、せっかく番組見ていただいている方にちょっと無理やり情報をねじ込んでみました。はあ、すごい、みんながびっくりしておりますが、ここで準備ができたので、はい、行こうと思います。お願いします。はい、ではゲームスタート。手元が映ってる。なるほど、緊張しちゃうな。実際にやってるわけですね。モジュールが変わっております。これ結構黙っちゃうな、かわいい。見ていたい。あのクローバークラブは癒し楽曲なので、開発中もこうこれを見て癒されながらチェックするという感じですね。確かに、この赤ずきんのモジュールが可愛いですもんね。そうなんですよね、超可愛いですね、これね、超可愛い。これタッチプレイなんですけど、あの ABXY 以外にですね、あの丸×四角三角も、表示変えれますし、矢印にも表示変えれますんで、自分の好きなプレイスタイルでボタンスタイルでできると。そうですね、変えれます。あとあのこの楽曲はですね、スライドが入ってないんですけども、画面をこう右左になぞることでスライド入力もできますので、おお、表情が豊かで可愛い。頭の狼さんは必死にこうやってしがみついてる。確かに。かわいい。あ、ぼっち、あー、あー、ずれちゃった。島さん、これタッチ作るの大変でしたよね。そうですね、まあやっぱり調整とかだけでも1ヶ月以上ぐらいかかってたと思います。ですよね、はい。次はよかった。これ実際ですね、あのフィーバーアーケードのすごいあのスキルのある方に触っていただいて、違和感のある箇所をですね、あのいくつか出して、それをちゃんと調整したんですね。そうなんですね、はい、なのであの本当にエクストラエクストリームもあのクリアできるようなプレイフィールにはなってますので、付け焼き場で入れたモードじゃないので、ぜひ遊んでいただきたいなと思います。そうですよ、必死でねじ込んだんですから。そうですよね。ぜひぜひ。これあの発売日にあったらこう製品評価も変わってたんじゃないかという気もします。なるほど、はい、終了いたしました。とっても可愛かったです。ということで私は戻ります。はい。よいしょよいしょ。でも確かにこれね、みんなにプレイしてもらいたいぐらい楽しいし可愛いし、やってもらいたいですね。あの、うん、タッチモードがですね、バージョンアップで追加されたので、うんうん、存在を知らない人も結構いるんじゃないかなと思うんですよ。もったいない、それは。あとあのちょっと僕と柴さんの、 あのミスなんで、ミスというか問題なんですけど、うん、その
タッチモード の機能をオンにする箇所がですね、はい、非常に奥深くにあって、なんと伝説の秘宝かよってところに設定項目があるんですね。ちょっとね、無理しすぎて、そんなことはないですよ。行き届かなくて申し訳なかったんですけど、はい、なのでこの場でも告知したいなと思いました。なるほど、ぜひ皆さんプレイしてみてください。プレイしてみてください。ということで、今私がプレイした曲が、収録された追加楽曲パック、はですね、それぞれ税別900円で配信中ですが、お得なシーズンパスも販売中ということで、シーズンパスならお得に購入できるのでおすすめということですかね、松村さん。ごめんなさい、名前間違えました。松村さんね。はい、シーズンパスの方はもちろんお得ですね、はい、ただですね、お気に入りの曲とか好きな曲が決まってれば単体での購入でも良いと思いますので、うん、よろしければぜひ購入ください。はい、詳しくは公式サイトのダウンロードコンテンツページでご確認ください。はい、ダウンロードコンテンツでさらなる広がりを見せているメガミックスですが、先月に欧米でも発売されたんですよね。はい、欧米でもですね、無事リリースされまして、うんうん、こちらも大変好評いただいております。ありがとうございます。すごい、ダウンロードコンテンツのみの、発売になるんですが、日々ですね、販売本数の伸びておりまして、ついに25万本以上、出荷されました。ありがとうございます。全世界ですね。はい、素晴らしい、おめでとうございます。まあ、このままね、40万50万にいってほしいなと思ってますんで、はい、まずは39万でしょ。お、そうですね、確かに39万ですね。はい、39万、はい、いってほしいですね。ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、開発の皆さんのお力があってこそだと思うんですけれども、開発の際に特にこだわったポイントだったり工夫した点などございましたら教えてくださいますか。そうですね、まあ、最初に一番苦労したのはやっぱりミックスモードのゲームの組み立ての部分ですかね、島さん。そうですね、ベース部分を作るだけでもやっぱり4ヶ月5ヶ月ぐらいかかってしまったので、はい、そうですね、もうああでもないこうでもないと毎週志麻さんと会議室で、そうですね、はい、思い出しますよね。はい、もうジョイコンをこうやって振り回してましたね。そうだったんですね。こうやって振り回して、毎週1回訪れて打ち合わせするっていうふうにしてたんですけど、はい、その時にネタでゲームの T シャツを毎回着ていくっていうのやってたんですよね。ああ、やってましたね。ですよね。で、回数が多すぎてもうネタが尽きてしまうっていうね。ちょっとごめんなさい、メガミックスの話になってないですけど、それぐらいですね、密にちょっと志麻さんとやり取りさせていただきまして、作ったのがミックスモードですね。素晴らしい。あとは後半戦で大変だったのはやっぱりその NPR の調整と高速化ですかね。そうですね、はい、もう本当にギリギリ、まあ、QA チームの方に怒られるぐらいギリギリまでやってましたね、あれは。ですよね、はい、もうくじけそうになりましたよね、あれは。なりましたね、はい。これちょっと無理じゃないかなって思って、カスタマイズアイテムやれますかみたいな感じで、ね、いや、それはちょっとやめれないでしょうみたいな、はい、なるほど。志麻さんの方のチームにもすごい頑張っていただきまして、スイッチじゃまあここまで追い込むの無理じゃないかなぐらい追い込んで、完成度上がってますので、そのあたりもぜひね、注目していただきたいなと思います。はい、ちょっとその説はご迷惑、ちょっとおかげさまで。ありがとうございます。こんな席でお礼言うのもなんですけど。こちらこそ、はい、まだ打ち上げもやってないんですね。はい、なるほど、そうですよね、はい、ありがとうございます、はい、ね、藤田さん、初音ミクが全世界で親しまれているっていうのはすごく嬉しいことですよね。そうですね、世界中の皆さんに愛していただけて本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。メガミックスの魅力をお伝えしてきましたが、この時間で志麻さんとはお別れということで、最後に志麻さん、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね、まあ、我々、まあ、プロジェクトディーバシリーズに初めて関わったんですけれども、まあ、我々なりにやっぱりこだわりだとか、まあ、愛情を込めて作ったつもりですので、まあ、楽しんでいただけていたらとても幸せです。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。貴重なお話本当にありがとうございました。この後のコーナーで未公開最新情報を発表いたします。皆さんお見逃しなく。
皆さんお待たせしました、はい、このコーナーでは初音ミクプロジェクトディーバメガミックスの最新情報を発表していきます。では早速もう発表しても大丈夫でしょうかね。お願いします、はい、みんな待ってました。いきます。追加ダウンロードコンテンツシーズン2配信決定。はい、先ほどご紹介したダウンロードコンテンツですが、新たに追加のダウンロードコンテンツシーズン2の配信が決定いたしました。では松並さん、詳細の方をお願いします。はい、これで終わってはもったいないということで頑張ってみました、はい、まずはこちらご覧ください。はい、新規ダウンロードコンテンツは7月16日より順次配信決定となりました、うん、BLC セブンスからイレブンスはプロジェクトディーバフューチャートーンからの移植曲だけでなく、シリーズ初収録の楽曲が、なんと4曲追加されます。ただしごめんなさい、その4曲ですね、動画、投稿サイトで配信されている動画曲になりますので、まあ、ごめんなさい、新規 PV はないんですけども、新曲が4曲追加されたということです。なるほど、はい、で続いてこちらお願いします。追加楽曲パックセブンスからイレブンスがセットになった、追加楽曲パックシーズン2が、7月16日より3900円で配信予定です。詳細については、生放送終了後北方式回想、公式サイトをご確認ください。はい、収録曲って今言えたりしますか？いやもう全然僕覚えてなくてですね、言えないんですよ、ごめんなさい。本当に本当に。いやいや、まあ、まあそれは冗談でしてですね、あの来月の7月16日木曜日に配信される楽曲を、2パック発表したいなと思います。おお、素晴らしい。ありがとうございます。2パックも発表してくださるんですね。一応生放送終了後に公式サイトを見ると、はい、いろんなことが分かるけど、一足先にこちら、はい、まずは追加楽曲パックセブンスの、新規収録曲の発表です。こちらご覧ください。新規収録楽曲として初音ミクマジカル未来2019のテーマソング、和田武明さんの楽曲 Bless Your Bless が、収録されます。おー、やったー、すごい。その他の収録内容はこのようになっております。おお、リンリンシグナル、スターダスター、恋は戦争、あなたの歌姫、スターゲイザー、ロザリーペルの楽曲全7曲プラス、モジュールホワイトイブを収録しております。おー、はい、続いてセガパックです、セガパックはメガミックスを応援いただいた皆様への感謝の気持ちを込め、なんと無料で配信します。出た、ありがとう、すごい。セガゲームミュージックをモチーフにした楽曲セットと、人気イラストレーターケイさんの書き下ろしイラストによる、新規 T シャツモジュールが収録されます。おー、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、教えてくださって。 DLC エース以降の新規収録曲はどんな楽曲が収録されるんですか？現在ですね、鋭意開発中ですので、今後の情報は公式サイトや、Twitter をご確認ください。そんなこと言って許すと思ってるんですか？本当ですよちょっとでいいんで教えてくださいよ。はい、ではあと1曲だけ発表しますね。結構軽いな、はい、ありがとうございます。ちょっともう一回断ろうかなと思ったんですけど、かぶるからやめました。かしこまりました、お願いします。はい、ギガさん、レオルさんの楽曲列島上等を、実装します。すごい。こちらですね、エース以降での収録となりますので、もうしばらくお待ちください。はい、いやその他の楽曲も気になるところですけれども、まあ、情報だけじゃね、そうよくわかんないですよね。中島さん、わかってるじゃないですか。そうよくわかんないなと思っちゃったんです。ほら、文字だけじゃわかんないから、やっぱり映像とか、はい、ゲームプレイとか見たいなと思うんですけど、うん、どうなんですか？どうですか？はい、それはですね、購入してからのお楽しみということで、またお願いしたいと思います。あれあれ、逃げ方が上手くなっているんだあれあれあれ、見たいです。まあ、それは冗談でですね、ここはぜひ新曲のブレス・ユア・ブレスを、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあこれ優しい、私がプレイしてもいいんですか？はい、ぜひエクストラエクストリームでお願いしますやっぱ押してくるなはい、じゃあ、早速やっていこうと思います。お願いします。はい、初見になりますので、はい、楽しみ。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。
みんなも初めて見るっていうことですもんね。そうですね。おーすごい、かわいい。あ、マジカル未来の歴代のコスチューム着てるんだ、すごい。あ、ほんとだ。中島さん、そろそろハードでもよかったんじゃないですかね。あ、本当ですか。確かにそのままノーマルでいっちゃった。みんながこの曲を聴くとマジカル未来を思い出すって言ってますね。歌いたくなっちゃう、一緒に。このハローハローのところがね、いいよね。確かに人がやってるともうちょっとあってもいいんじゃないって思っちゃう。失敗しちゃった。大丈夫だったんじゃない。ノーマルで行ってしまった。これ遊びながら喋るのって結構難しいので、多分中島さんと会話なかなか難しいですよね。あ、それはそうですよ。喋りながら、ね、はい、はい、でも楽しい。あ、でもノーマルだから大丈夫ですかね。そうですね、これがハードだったら多分余裕はないかもです。ですよね。え、中島さん、リーバーは何から遊ばれたんですか。あの PSP から。ゲームセンターはやってはいないですか。ゲームセンターも行ってました。あ、そうなんですか、ありがとうございます。すごい、めっちゃ話しかけられる。もうゲーセンとかは、なんだ、何時間ぐらいだろう。でも2時間3時間ぐらい行っちゃうぐらいハマってましたね。え、リーバーケードですか。はい、そうです。あ、めっちゃ嬉しいですね。いや、なんかあのカードが嬉しくて、ミクのカードが持っていられるっていうのが嬉しくて、はいはいはい、めちゃくちゃ通っちゃいました。あのリーバーアーケードってこう楽曲募集とか、するんですけども、はい、それを採用された方に金ピカのカードを送ってるんですよ。なので、あの持ってる方は非常にレアなので、すごい。開発にもそれあのいくつかあってですね、はいはい、あのサンプルで何個か作った変なカードとかもあったりするんですけど。逆に気になっちゃう。はい、あのそういう遊びをしながら作ってました、その金ピカカードに関しては。いいな。そうなんだ、スタッフさんだからできることですね。そうですね、なんか裏話しゃべりすぎに言っちゃいましたけど。あはは。あー見つけた。でも本当難なくやってるのがすごい。、うん、ありがとうございます。なんてなんて。これをね、多分買った人たちはみんな遊べるっていうことですよね。そうですよね。できたー、できたー、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、とっても楽しかった。先行でプレイさせていただきました、ありがとうございます。本当にありがとうございます。へー、まあ一曲プレイしたんですけれども、うん、もう一曲やりたいな。いいんですか。もう一曲やりたいななんて思うんですけれども。それでも、まあ、ノーマル以外だったらいいですよ。松波さんが急に鬼に。あー、ハート的な何か。松波さんって鬼だ。いやいや、優しい方です。あのエクストエストリームじゃなくていいので、じゃあ次あのリンリンシグナルをぜひお願いしたらと思います。行ってみるもんだね、はい、嬉しい、ありがとうございます。ということで、今急いでスタッフさんが準備してくださっておりますので。ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。リンリンシグナルできるのか。よし、
あ、でもミックスモードで遊んでいただくんで、うん、はい、あ、ミックスモード慣れてないとハードは結構難しいかもしれないですね。これどっちになってるんだろう。スタッフさんが設定してくれたけど、よいしょ、あ、始まっちゃった。それはハンデが過ぎる。あ、こっちだ、あ、ノーマルですね。だったら大丈夫ですかね。あ、これノーマル、こっちだ。ハードモードになるとですね、このバー の幅が狭くなってより難しくなるんですよ。まあ、ミックスモードは藤田もできるぐらい楽しくできるモード。確かに、はい、これぜひですね、家族と右と左で分かれるとかも遊んでいただきたいなと思います。めっちゃいいですね。とか言いながらですね、こうミックスモードハード以降ハードになるとこう非常に難しいレベルの楽曲も作っておりますので、いやん、物足りないって感じにはならないですね。物足りてます。マジでこれみたいな曲もありますんで。そうなんだ。もうノーマルをやったらエンディングを迎えてます私。そうですね、藤田さんノーマルが限界だと思います。限界ですね。それどういうことですか。リズムゲームが苦手ということですね。端的に言えば。まさかの否定されなかったんでびっくりしました。藤田さんはもうそういうキャラで、もう僕は思っちゃってるんで、ね、キャラじゃなくて本当なんだってば。本気なんですよ。本気なんだけど急にミクが歌うのをやめるので、なんかかわいそうになってきて、藤田もじゃあそういうことでって手を打とうと、ハードモードはなかったいいねって思ってます。なるほど。でもリズムゲーム上手い方がね、慣れだよって言ってるので、みんなもさっきリズムゲーム苦手ってコメントがあったんですけど、続けてればこれぐらいになれると。中島ちゃんみたいになれると信じて。本当ですか。頑張りましょう。多分見てくださってる方、年寄りも上手い人が多分たくさんいらっしゃるので、まあ、金から金までいるでしょうね。このミックスモードのコツとかありますか、松並さん。あ、コツはですね、そうですね、最初の頃だと肘をついて、テーブルに肘をついてやるとやりやすいかなと思いますね。なるほど、なるほど、やってみよう。はい、慣れると手首を回して遊べるようになるんですけど。あ、間違えた。確かに。あとはまあそのジョイコンをちゃんとこう縦方向に傾けるんだっていう意識しながら遊ぶのが大事です。なるほど。なんか画面見てるとどんどんね違うポジションになったりして、わわわわってなりますけどね。上手でした。クリアしました。いや楽しかった。とても可愛くてありがとうございます。2曲も見れちゃった。本当にありがとうございます。はい、ということで、よいしょ。では元々幼稚園の子でも遊べるようにと思って作ったのがミックスモードですので。なるほど。あ、そうだったんですね。はい、で藤田さんは幼稚園レベルには達してるという感じですね。ありがとうございます。来年は小学校になります。かわいい。ということで松並さん、ここまで最新情報を紹介してきましたけれども、 PS4 プロジェクトディーバーフューチャー等について新しい情報があるということで。はい、大変お待たせしました、うん、PS4 専用ソフト初音ミクプロジェクトディーバフューチャートーンおよび DX を楽しんでいる方に向けて、メガミックスの新規収録楽曲セットのダウンロードコンテンツが、2020年7月2日に発売されることが決定しました。あ、本当お待たせしました。ということで、かねてよりフューチャートーンおよび DX の方向けのメガミックスダウンロードコンテンツをホームページなどでお知らせしてきましたが、ついに発売日が決定ということで、詳細をお願いします。はい、それではこちらご覧ください。7月2日配信予定、価格は3000円税別となります。 PS4 向けにチューニングしていますので、ぜひ購入してご確認ください。はい、
ありがとうございます。今回なんとですね PS4 版の映像を用意してあるということで、見れちゃうんだ。見れちゃうんですね。じゃあまずこちらをご覧ください。どうぞ。ということで藤田さん、ご覧になられていかがでしたか？めっちゃリアル、ね、ですね。びっくりしちゃった。なんか PS4 だから表現できるっていうのもありますよね。つやつやだったもんね。つやつやでしたね。確かに可愛かった。とっても可愛かった。コメント欄でもすげーっていう声がすごく上がっておりますけれども、うんうん、なんとですねもう一曲聴けるということで、やった、こちらをご覧ください。どうぞ。ノックして飲み込め、心の楽観線、妄想ばかりが発信して加速するパルス、答えはどこだ。さあ弱音はミュートして、くだらないことで躊躇して、冗談ばかりね、あっはっは、壊せない壁が傷つけなるでしょう。もうコメントでもすごく盛り上がっておりましたけれども、藤田さんご覧になられていかがでしたか？これ個人の感想なんですけど、うんうんうん、現実に帰りたくなくなりました。あーなるほど、確かに。なんかもうずっとミクを見ていたい気持ちになった今。確かにそうですね、うん、いやもう本当にコメントとかでも泣けるって、泣けた、もうすごい感動した、もうリアルすぎというコメントをいただいております。ちょっと嬉しくなっちゃいますね。すごいですね。ありがとうセガ、本当にありがとうございます。松並さん本当にありがとうございます。
はい、ということで松並さん、先ほどご紹介したダウンロードコンテンツシーズン2の新規収録曲は PS4 版でも配信されるんですか？はい、あのメガミックスのですね、配信後となりますが、配信予定しております。一体まあ僕らいつ作るんだろうなって気持ちではあるんですけども、何とかしますのでお待ちください。はい、皆さん楽しみにお待ちください。お願いします。はい、ということで以上最新情報をお届けしました。この後はファン必見の情報をメガミックスでお知らせします。お知らせ情報メガミックス、イエーイ。はい、このコーナーでは初音ミクプロジェクトディーバーメガミックスにまつわるお知らせをメガミックスでお届けします。まずはこちら、セガのたい焼き秋葉原店にて7月16日木曜までミクダヨ焼きコラボ中でございます。はい、フレーバーは抹茶クリームそしてチョコレートとなっております。ミクダヨ焼き1個注文につきオリジナルステッカーがランダムで1枚もらえるよということで、こちらに現物がございまして、すごくいい匂いがしているんですが、こちらがやんわり見えますかね、かわいいよね、ミクダヨになっております。はい、これは多分中身チョコレートかなっていう気はするんですが、続いてステッカーもあるので見ていこうと思います。こちらまず一つ、こちら見えるかな、なんとなく見えるかな、見えます、キラキラしてます、すごく光っております。ダヨさんがいっぱいいる、はい、いらっしゃいますよ。そしてもう一つ、もう一種類こっちかな、3種類ですねございます。はい、こんな感じで、こちらの方がランダムで1枚、ゲットできますよということで、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、では続いてはこちら、はい、プロジェクト世界カラフル放送局が明日6月18日20時から配信されます。こちらの方、桐谷遥役の吉岡真由さん、そして我らが藤田咲さんが、出演されますよ。そうなんです。はい、プロジェクト世界の新情報とか、うん、皆さんと一緒に番組を作っている企画などさまざまな内容でお届けしておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。はい、よろしくお願いします。そして私、中島も出演するプロジェクト世界カラフルステージですが、現在鋭意制作中ということで、皆さん楽しみにリリースを待っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、以上お知らせのコーナーでございました。はい、ということでたっぷりお届けしてきましたけれども、こちらの方、初音ミクプロジェクトディーバメガミックス公式生放送なんですが、そろそろお別れのお時間ということで、はい、藤田さんいかがでしたか？いや、新情報もたくさんいただけましたし、うん、やっぱり PV 見れたのがありがとうって感じです。うん、本当ですよね。もういろんなものたくさん見させていただきましてね。7月ですもんね。楽しみです。はい、ありがとうございます。私もこう見てて、一ファンとして見てて、すごくもうこんなに出してもらっていいのって思っちゃうぐらい、こうたくさん見させていただきまして、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。もうコメントでもすごく皆さん喜んでいるというか、嬉しいっていう声がたくさん届いております。ね、松並さん、ゲームを楽しんでいるディーバシリーズファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ディーバシリーズ関わってですね、僕10年ちょっとなんですけども、その間いろいろありました。で、その集大成としてですね、メガミックス、世に出せたこと、本当に嬉しく思ってます。僕だけじゃなくてですね、セガの開発チームの一人一人の、思いが詰まった、作品ですし、 PV のですね、まあ、カットにおいても1フレームにおいてもですね、すごい思いを込めてですね、作り込みましたんで、まあ、5年後10年後に見ても、多分色褪せてない、作品になってるんじゃないかなと思います。うん、でこれがですね、まあ、このまま終わってしまうのは僕も、当然寂しいと思ってますし、はい、これからですね、また、次につなげていければと思ってますので、続きですね、応援のほどよろしくお願いいたします。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、
一ファンとして今の言葉しっかり受け止めました。それではね、今夜はこのあたりでお別れとなります。皆さん引き続き初音ミクプロジェクトディーバメガミックスをよろしくお願いします。ではせーの、バイバーイ。